花長泥亀は、波中高亀目、泥亀か泥亀属に分類される亀。グアテマラ北東部、ベリーズ北部、メキシコ模式標本の産地は、中央アメリカで、メキシコとする説とベリーズとする説がある。最大高長1 2トル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大高長 10.5cm。廃校はやや扁平ややドームル。に盛り上がり、 上から見ると、細長い卵型。第1、C パンは、第2円パンに接する。あばらパンに、筋状の盛り上がりがある。第2から4、C パンは平坦だが、へこまない。円パンは尖らず、第10、11ンパンが最も大型。廃坑の色彩は、高褐色、褐色、暗褐,褐,褐色、黒で、高褐色や褐色の個体では、 甲板の継ぎ目が暗色の個体もいる。廃坑と復興の継ぎ目の縦幅は広い。液化甲板は小型で、素形甲板は大型。液化甲板と素形甲板が接する個体が多い。復興はやや大型。蝶次害も発達し、復興を折り曲げると廃坑と復興との間にほとんど隙間がなくなる。左右の高乾板の間に切れ込みが入らない。頭部は、 中型かやや大型で、幅広い。粉炭が突出し、上顎の先端は、針状に尖る。種小名はキュトムは、尖った、鋭いの意で、突出した粉炭に由来する。粉炭背面を覆う大型ウロコは、三つ股型やひし型。喉に4本のひげ状突起がある。頭部の色彩は、炭鉱褐色や、暗黄色、暗褐色、肺褐,褐色、灰色,色で、赤褐色や、 炭鉱色、大々色、開白色の反転や、虫食い状の反紋が入る。頸部や獅子、お背面の色彩は、灰色や暗記色、炭鉱色、大々色、泡褐色で、不規則の暗色反や、暗色の反転が入る。覆面の色彩は、薄、ピンク色や泡褐色、灰色。容体は、あばら看板にもキールがあるが、成長に伴い消失する。 アラモスドロガメ、クリーザードロガメ、サソリドロガメシロ白口ドロガメと単形統群を形成し、この単形統群は、オアハカドロガメ、サラドロガメ、ハリスコドロガメと単形統群を形成するという説も、ある。標高300メートル以下の熱帯雨林にある、小型河川、湖床などに生息する。捕食者として、スジオに追いメなどが挙げられる。植生は、 動物食傾向の強い雑食と考えられている。繁殖形態は卵生。飼育下では2から3個の卵を産んだ例がある。同所的に分布する多種よりも生息数は少ないと考えられ、開発による生息地の破壊などによる生息数の減少が懸念されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。メキシコでは国内に分布する。 爬虫類の輸出が法的に厳しく制限されているため、世界的にも流通例は少ない。本種の名前でサソリドロガメの亜種ド赤泥亀や白口泥亀の元亜種が流通することもあった。日本国内では飼育か繁殖個体も流通している。飼育かでは配合飼料などにも得ずく。ありがとうございます。